ギオームテルは、フランス海軍の80門、都南急戦列艦。ナイルの海戦において、艦隊の壊滅から脱出したわずか2隻の戦列艦の一隻である。ナイルの海戦の後、フリゲート戦隊の司令官であった、海軍少将,将、デニス・デクレは、長期をギオームテルに移し、残存のフランス艦隊を率いて、マルタに移動した。1800年3月30日午後11時。 レクレ少将座上、ソルニエ艦長式のギオームテルは、トゥーロンに向けて、マルタ港を出港した。ギオームテルは午前11時55分に、イギリス海軍のマルタ封鎖艦隊に発見され、12時30分から64門艦、ライオン、36門、フリゲート、ペネロピ、80門艦、フードロイアント及びブリック、ビンセゴと交戦した。戦闘が始まって9時間後、 ギオームテルはマストを打ち倒され、法の半数が使用不能となり、また上院200名が死傷するに至って、ついに降伏した。捕獲後、イギリス海軍に編入され、マルタと解明した。スイスの英雄ウィリアムテルのフランス語読み、ありがとうございます。